クイズ王なら波で打線組んだが一番だけ決まってられる説。流れるように言ったよ。どうも、以上です。エディです。フィルカーです。ニコでーす。最強クイズ王集団、カプリチョチャンネルでーす。よろしくお願いします。なんて言ったの？クイズ王なら波で打線組んだか一番だけ聞けば当てられると思いまして。はい、あ、なるほど、なるほど。はい、まあ、打線組んでみた。波で打線組んだよ、ね。はい、ネット上でよくあるやつね。あるやつ。一番ちくわぶとか言ったら、まあ、おでん。おでん。あ、まあ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 、そういう要領だよね。確かに。守備位置はちくわぶの。ライト。一郎じゃん。一番ライトちくわぶか。打順のイメージとしては、一番は分かりやすさとか、速攻性とか。はいはいはい。二番は手堅い。はいはいはい。手堅い。そういうのあるの？あります、ね、あるある。3番はバランス感、はい、4番はまあ破壊力がある、はい、ネタ系ならまずここでみんな笑うだろうみたいな、はい、僕が1番から読み上げていくので、はい、その打順かを当ててください、はい、じゃあ1問目はこちらの問題です、うん、1番レフト、うわーえそうなんでこれ、あ、次がある、あ、次がある、1番レフト、うわーかっこ銃を乱射しながら、ゆかさん死亡フラグの打線、よっしゃ、なるほどね、はい、すごいぞこのクイズは、すごいぞいや、すごいね、あ、ちなみに4番なんだと思いますか、まあ、殺人鬼と同じところで寝てられるか、俺は自分の部屋で寝るぞ、あ、それはね、なぜか3番に、あ、そうなの、バランスが良かったね、この戦争が終わったら結婚するんだ、あ、それ4番です、ね、あ1番レフト、うわぁめちゃくちゃ面白い、そう、ちょ耳で聞くとすげえインパクトがあるなるほど ね、 ね、2番が、うん、幽霊なんているわけないだろう、科学的に考えてでかいなホラーのやつだよ、ホラー映画とかの死ぬまではいかない気もしてもらうけど、そんなイメージ少ねえな、本当にこれ、7番の、うん、悪い先に行っててくれ、大丈夫、少し休むだけだ、崖です、あ死ぬか、実はもう違う方針見てるみたいな、もう致命傷を受けるなんてね、そうありますね、そうか、死ぬか、それゾンビにも噛まれてるみたいなパターンですね、死亡フラグとは思わないな、なんかホラー映画のみたいな、あ、まあ、あれそうね、ゲーム下手な人にやりがち、まあいいじゃない、マリオカートでこうやるみたいな3番くらいそれがはい、では次の問題です、はい、問題、1番センター内田麻也、うーん、まあまあ、じゃあまあ一応言うと、はい、好きな声優で打線組んでみた、まあ、声優さんですね、人気女性声優さん、ね、うん、なんか隠そうとしやがってフェアに言ってあげたじゃないか、当たるわけないと思ったけどそうだね、そんな知識だからね、はい、漢字の読み方を間違いそうな声優の打線、うーん、それでいいかこれ玉を拾おうとしてしまった一応正しくは初見だと読めない声優の打線組んだ、はいはいはい、まあ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 、まあ、意味合いは同じですね、どう書くの内田麻也、真実の真にお礼の礼で麻也です、丸い打線って呼ばれてるのね、はい、2番入野美優、3番遠山奈緒、4番生田目ひとみ、はい、生田目ひとみ、ね、はい、生に天空の天に目って書いて生田目、うえぇ、読めねぇちなみに生田目さんという名字の人は戦国時代の武田氏の家臣のその子孫で、天目山で武田家は滅亡したけど、その実は生きてますよみたいな意味合いで生田目を名乗ってる方もいらっしゃる、生きる天目ってこと、あ、そうです、の由来の方も何人かいらっしゃるみたいです、別にここで挟む必要がない教養がただ高まるっていう、ね、はい、あんなとはないから絶対この世にねえとは、はい、ではいきまーす。問題。1番、セカンド、全国はすべての国。はい、行こう。小学生が勘違いしていそうなことで、打順組んでみた。あ、以上。やめた。なるほど、そうか。すべての国ってそういうことか。そうね。はい。子供の頃の勘違いで出せない。台風一家が、家族の一家。あー、なんだ、ちょっと待って。それ入ってないっすね。ちょっと待って、4番とかあったけど、なんだろうな。あ、じゃあ当てよう。当てよう、せっかくは。はい。
ルパン、ルパーン入ってないです。入ってない、めっちゃ思ってますよ。確かにね。ルパンザサードだから。そうそうそう。それあるよ、ね。いや、あるわ。ルパン、ルパンだと思ってる。確かにあるから。あ、じゃあちょっと、あるかもしれないですけど。はい、ラブリーラブリー、うらららら。ラブリーエミー。そうです。違います。子供聞かねえんだ、今の子供は。ルパン、ルパン、引っ張られたんでしか考えてない。え、なんだろう、なんなんですか、3番、4番、5番あたりは。3番、ハロー警報のハローが。ああ、台風が近いね。ね、確かにね。5番、うん、大人になれば自然に恋人ができて結婚できる。手法が違うんだよ。テイスト違い。にちゃんと自虐入ってるからじゃない。4番が、株式会社ご覧のスポンサー。ああ、そういう会社があるのかっていう。ご覧のスポンサー。あるだろう。まあ、それはわかるね。あとは、辛いからカレーです。普段ってないけど、普段っていうな、ほんとに。いきまーす。問題。1番、セカンド。すぐに姫がさらわれるほどのガバガバ声。行こう。キノピオにありがちなことで打線組んだ。まあ、これでいいでしょう。ああ、よかった。なるほどね。そういうことか。はい、キノピオの無能なところで打線組んだ。なるほどね。はい、ちなみに他にはどういうのがあるんですか？そっか、迫るのが、兵士のくせに装備が薄い。まあ、そうです、兵士だって設定をね、あんまりね、忘れがちだよね。はい、確かに。兵隊だったね、言われてみれば。そう、はい、それはあんま忘れてたな。ボム兵の方が兵だ。命短い兵だったよね。4番が、サンキューマリオ、But our princess is in another castle.途中のテッパ倒したそこにはいないよ作ろうからポーンってイレヘロを伝えてくんじゃねえよ。いや確かに無能だな。これが4番です。じゃあもらってるね。なんか、全員モブ顔とか。いや、助けてるだろ、これ。9個もないやろ。9個もない、9個もないってか。4番ありきだと思う。全員モブ顔じゃないよ。では、次の問題です。問題。1番、ショート。あんた負けに行くの？そんな弱音吐いて何が天下の落合よ。落合信子の名言で打線組んでみた。まあ、いいでしょう。あー、そういうことか。シンプルだった。優勝なんでシンプルです、はい。シンプルだった。落合信子の発言で打線組んでみた。そのまんまだったな、はい。4番、ブーマー、門田、バース、打てる人はみんな太ってるじゃない。あんたも太りな。打線に関しては特にそこまで深掘りするのはあんまりない。すごいこと言ってたんだなってことは分かった。はい。次の問題です。問題。1番、ショート。ホームレスと仲良く酒盛り。全然わからん。そうなんだよね。大ヒントがね、4番まで出てこないですよ。いやー、誰かな、これ。確かに結構、でも気候で、その有名な、うん、方では、はい、ルカさん。江頭2時50分さんの伝説で打線組んでみた。あ、なるほど。あ、出ます。いこう。気候で有名な人です。はい。バイキング西村。あ、でもちょっと面白そうだよね、やってたんだけど。面白い打線だよ。イメージはあるけどね。1番だと出ないかな、これは。もう一つ。2番、2番分かりました。2番、セカンド。ボロボロの靴にガムテープぐるぐる巻きして愛用。お、貧乏エピソード出てくるな。かっこ親友の形見だそうです。いやもう分かんねえ。なんか意外な人なんかな。変な人誰が変なんだろう。2番のヒントは1番よりもインパクトが少ないものになる、なりがちなので。あ、誰だ。まあちょっと変な人多いもんだ芸能界で。3番いきます、はいはい、3番サード。自分の誕生日を公園のベンチで一人お祝い、かっこカップケーキにろうそく1本だそうです。いやー4番、4番待ちだ。4番いきますか。はい。4番キャッチャー。マトリックスの報酬100億円くらい。あ、そう。エディキアヌ・リーブス。はい、正解です。そうなんだ。マトリックスの報酬100億円くらいのうち75億円をスタッフにあげるが4番でして。すげえ。5
5番、自分が主演の映画パーティーで認識されていなかったため会場に入れず、豪雨の中外で知り合いが来るまで黙ってます。かわいそう。なんでなんだよ、なんでなんだろうな。6番、脚本家との打ち合わせの際になぜかオフィスに石を残していく。それ怖い、それ怖い。いやー、これは一番でやってたなかなか。無理が誰かなんだろうなと思ってるよね。4番とその他の差。外国人っていうのも分かんなかったね。以上です。はい。どうだったどうだったということで、全部で6問出したんですけれども、はい、優勝したのは、はい、AT、古川、リコ、3人ご入場。珍しい、珍しい。平和的解決。はい。このルールだと結構クイズ力の差が出ないのかもしれない。そうだね。はい。なんだったんですかね、こんな。そんな。めちゃくちゃ面白かったですよ。面白かったですね。最後のね、あの、キャンリーブス、押し合いだったから、あれで、たまたま平和になった。いや、あれはクイズだったね、本当。あれだけクイズ。あれだけじゃねえな。いい打線とかありましたか？いい打線や、俺小学生のやつ、あ、はいはい、子供の頃の勘違いいいね。確かにね、全国が全ての国、確かに、あ、うん、あれは当てたのすごいな、ね、あれいたもん、俺のクラスにたんだ。カレーはカレーからカレーって面白いな。確かに、ね、知らないことが知れるね、うん、打線にしてくれることで知識がね、詰まってるの、うん、エピソードにしろ何にしろね、うん、はい、とっかかりにはいいかもしれません、うん、ということで以上本日のカプリキョでした。はい、高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。リコのツイートで打線組もうかな。Ha ha 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 ha.